はい、こんにちは。松尾修造のこれ知ってます。そんな大きい声出さないの聞こえるやろっちゅう話やけどね。今日はですね、2012年の情報通信技術発達度ランキングというのね、発表、 IT の発達度ランキングなんですけどね、これはインターネットのリア噛んでる、はい、利用しやすさなど各国の情報通信技術の発達度を比較した、2012年のランキング、らしいですね。まあ、世界157カ国でブロードバンド復旧状況とかですね、それからパソコンやタブレット端末を持つ世帯数、それからインターネットを使える人口、携帯電話の契約数などを点数化して比較したそうなんですけども、この第1位がすごいですね。韓国、すごいですね。もう韓国はどこ行ってもこう接続ができるみたいですね。だいたい世界、97% ができるそうです。日本は 86% しかないらしいですね。まあ、多そうで、日本は何位やというとね、12位なんですよ。去年8位やったんですけど、12位に陥ってましてね。で、2位がスウェーデン、3位がアイスランド、4位がデンマーク、5位がフィンランド、6位がノルウェー、7位がオランダ、8位がイギリスね、英国。これ11位から上がってますね。9位がルクセンブルクね。そして10位が香港。で、12位に日本。アメリカなんか17位なんですね。中国なんかに至っては78位ということがございましてね。今日は IT 発達度ランキングの紹介でした。うるさいっちゅうねん、ほんまに。近所迷惑や。はい、すいません。